どうもー、はい、今度はるなでございます。はい、今日はですね、なんとですね、現役の店長さんとお話をさせていただく機会をいただきました。いやー、ありがたい、ありがたいですね。なかなかね、こういう機会ないですから。はい、僕が今回店長とお話させていただくにあたって、僕が聞きたいこと、あとツイッターで店長とお話させていただく機会をいただきましたと。ということで、なんか質問ありますかっていうのをしたらですね、めちゃくちゃ多くの人がいろんな質問をくれました。はい、それを今日聞いていきたいと思うんで、よろしいですか？はい。はい、ありがとうございます。何を聞いてもいいですか？もう何でも、何でも聞いてください。ありがたいですね。もう本当にもう僕はね、良くも悪くも空気読まないのが取り柄なので、はい、何でも空気読まずいきますからね。よろしいですか？お任せください。はい、やった、ありがとうございます。はい、オッケーオッケー。ということで、最初なんでね、ちょっと店長っていうのが皆さんがね、どういうイメージか分かってない方もいるんですよね。どういう仕事をしてるのかと。はい、普段なので、どういう店長っていうのは、パチンコ屋で店長っていうのはお仕事をしてるのかっていうのを教えていただいてもいいですか？まあ、仕事はですね、皆さんが想像してるのって、設定をなんかいじってんじゃないかとか、はい、釘をなんかしてるんじゃないかとか、ボタンを押してるんじゃないかとか、結構そういう目で見られること多いんですけど、多分思ってるよりも全然違います。機械を決めるとか、まあ、予算を管理するとか、従業員さんの管理をするであったりとか、まあ、そういったところの、まあ、お金の出し入れとかを管理したりとか、まあ、業者さんとお話ししたりとかですね、そういうことが結構多いですね。ああ、そうなんですね。はい、でも皆さんがイメージしてる、その設定変えたりとか、まあ、釘調整したりとかもしてるはしてますよね。するのはしますけど、それを全部店長がやってるかって言ったら、まあ、必ずしもそうじゃない。店長が全部その設定も前代やってとかってやったら、店長死んじゃいますから。店長も人間なので。じゃあ別の人がやってるってことですか？普通に考えてですね、はい、僕は休みありますので、休みの日じゃあ全部据え置きとかすると思いますっていう話です。ああ、なるほど。休ませてください。はいはいはい。あ、じゃあ他の人も一応やる権限とかは持ってる？もちろんあります、もちろんあります。あ、そうなんですね。それはどういう係の人がそういうことするんですか？まあ、そこもお店によって多分違うでしょうね。もう主任さんがやるとか、店長のその次の次席の方がやるとかもあるでしょうし、これも店舗によって様々だと思います。ある程度肩書き持った方がやってるのは間違いないとは思いますけど、ね、やっぱ責任とかありますから、はい、まあ、漏洩だったりとか、まあ、そういう、はい、まあ、なんだかんだでもすごい重要機密の部分になりますんで、そこで不正があったりとかっていうのは、やっぱまあいろんなお店でありますから、事件が大阪の方でちょっと前にねあったりとか、はい、っていうのもありましたしね。ああいうことがやっぱないようにするために、うん、一人でやってたらどうしてもちょっとそういう不正につながったりとかってなるので、まあやっぱ複数名でやってるのが基本だと思います。あ、そうなんですね。なんか逆に僕複数でやってた方がなんか漏洩の心配あるんじゃないかと思ったんですけど、そんなこともないんですね。一人でやってたら多分漏洩はないかもしれないですけど、365日店が開いとる限り働かないといけなくなるので。あ、そうか、そういうことですか。休ませてください、たまに。なるほど、はい、わかりました、ありがとうございます。はい、ということで、もういきなりもコーナー始めます。はい、もうぶっちゃけ質問バンバンしていこうと思います。はい、ツイッターでたくさん質問いただいたので、店長さんにズバリ聞いていきたいと思います。ということで、じゃあ早速一つ目、人件費とかテナント代、代代、光熱費などどれくらいの費用がかかって、どれくらい回収してお店の利益になってるんでしょうか？ざっくりで仙台規模ぐらいの店舗で、まあ、機械も普通に仙台買ったりみたいなお店であれば、大抵2000万から3000万とかはかかるんじゃないかなと思います。最低限です、ね、最低限。月ですか？月です。月に3000万ですか？ですね。すごいっすね。そこから機械代を入れて、大体チェーン店とかが、まあ、仙台クラスとかだったらチェーン店でしょうから、本社の費用であったりとか一部持ってかれたりとかするので、こういうのを考えたら、くく見積もっても5、6000万は取らないといけないんじゃないかなと思います。機械全然買わなかったらもう3000万ぐらいでやれるとこもあるかもしんないですし、これは本当にお店によって違いますけど、3000万はかかるっていうのは間違いないです。そんなかかるんですね。
ちょっと内訳お聞きしたいんですけど、この際細かい話になっちゃって、はい、まずテナント代ですよね、おそらく。これもですね、自社物件で、そう、建物自体がもうそこの会社の名義のものだっていうところだったら、これがテナント代とかかかりませんし、はい、賃貸で借りてるところだったら、まあ、家賃っていう形で、毎月毎月、皆さんが住まれてる家と同じように、何百万とか、もちろん、都市部かどうかで全然変わりますけどね、100万とか、1000万以上とかっていうのはあります。あ、そうなんですね。じゃあ自社物件の方が安くできるってことですよね。もちろんでございます。はい。昔渋谷に、もう業界最大手さんのシンボル的ななんとかパチンコタワーっていうのがあったんですけど、あそこの家賃が聞いた話によると、4000万円。4000万円まあ聞いた話なんで、どういうことかはい。わかりませんけど。なんとなりそんなに。で、電気代がどれくらいですか？2,300万ぐらいか。まあ、LED にしてるかどうかで結構変わりますけど、まあ、だいたい、まあ、2,300万ぐらいはかかってると思う。なるほど。LED にしてないお店もあったりするわけですね。そうすると高くなると。はい、あとは分かんないですけど、従業員代ですよね。人件費。まあ、これも、そうですね。仙台クラスだったら、低く見積もっても700-800万とか。まあ、高いとこだったら多分1,000万ぐらいかかったりとかっていうのはあります。なるほど。これって、ダイのドル箱システムか、ドル箱じゃない、ポータブルシステムじゃなくて、拡大ケースシステム。それによって、人件費が変わったりしますよね。あ、全然変わります。あ、やっぱり全然違う。全然違いますね。どれくらいやっぱり、入れる割合とかは違うんですか？オール、玉積みのところと比べたら、オール拡大ケース機にしてるところって、半分以下ぐらいにはなると思いますね。そうなんですね。なるほど。あとはかかるのは代表的なのだと何ですかね。機械代ですか？広告宣伝費。あ、広告宣伝費。はい。機械代からじゃあ伺っていいですか？機械代はですね、これを、まあ、幅はありますけど、大体月の粗利の、まあ、20-30% ぐらいが機械代にかかってるので、大体今のパチンコ代って、信頼で買ったら、まあ40万〜45万ぐらいはするので、皆さんが行かれてるお店の導入台数かける、まあ40万ぐらいしたら、大体想像できると思います。あー、なるほど。はい。ゲンさんとか100万クラスだって聞きましたけど。ゲンさんの100万円っていうのは、あくまで中古価格なんで、信頼で買ったら普通の通常の、まあ、45万円前後ですね。あ、なるほど。信頼で買ったらそのくらいするってことですね。そうです。メーカーさんから買う信頼ですね。そんなにかかるんですね。ごめんなさい、サクサク行きたいですけど、すごい気になって、パチンコ台を買って、でもなんか、売るときにもあるんですよね。なんかゲームセンターに売るとか。できるっていう風な話を聞いてます。もちろんですね。まあ、ゲンさんが100万円で売られてるように、もう外してお金に変えてしまうっていうホールさんももちろんあります。とか、もう外してもう必要がないところ、店舗さんとかは外して置いとってもしょうがないとか、保管費用がかかってしまうんで、もう売っ払ってしまうっていうのはあります。まあ、これはもうその時の相場によるんで、もうピンキリです。本当にもう5万円ぐらいにしかならないのもあれば、ゲンさんみたいに100万円ぐらいになるみたいなこともあります。あとは宣伝広告費と。宣伝広告費、これもまあ仙台クラスのお店だったら300ぐらいは使ってると思います。なんですね。かかるのって何ですか？僕の予想だと P ワールドに載せるのとかですか？ P ワールドはそんなかかんない。あ、そんなかからないですね。あれはあれ僕結構たくさん見てたんですけど、どういうところなんですか？一番お金かかるのはやっぱ単価が高いのはテレビ CM とか。ああ、まあそうですよね、はい、確かにそれは大手さんだとね、やってるところだと、はい。とか、あと、ウェブ広告は、まあ、だいぶ、まあ、安いですよ。あと、紙のチラシ、折り込みチラシって、新聞に入ってるやつとか、あとは、イベント費用っていうか、まあ、雑誌とかがよく何とか取材とか、まあ、今、まあ、できる地域とできない地域ありますけど、そういうのやってる、できる地域は、雑誌社さんに、まあ、なんとか取材費用みたいなので払ったり、まあ、これは結構毎日毎日入れてるようなとこだったら、まあ、それなりのお金を使ってらっしゃいますね。なるほど。有名な YouTube の来店さんとかのも含めてってことですかね。そうですね。来店イベントとかになって、その YouTube の、まあ、その撮影も入りますとかなると、まあ、安くても10万とかぐらいします。まあ、演者さんにもよりますけど、まあ、高い方は100万円近く行ったりとかね、1日の来店。1日で100万円ですか？もう顔が浮かんでますけどね、すごいイケメンな方で、みたいな人はそんくらいクラスってことですよね、おそらく。何丸さんのことですか？それですね。あと、名前が続く方とか。
っていうことなんですね。なるほど。ってことは僕思ったんですけど、僕が打ち手として勝ちたかったら、お店がレンタルではなくて自社物件で、かつ来店とかも呼んでなくて、パーソナルシステムのお店の方がまだ余裕があって歓迎してくれるんじゃないかなって推測したんですけど、その予想って合ってますかね。間違ってはないけど正解でもない。自社物件かどうかって、あの多分あの見た目で分かんないです。分かんないですね。はい、まあ一つ推測にはできるぐらいな、まあ要素にはなりますね。はい、なるほど、わかりました。ありがとうございます。ちょっと一つの質問で長くなりました。はい。で、こっからですね、ツイッターでたくさん質問いただいたの、ズバリ聞いていきます。はい。ぶっちゃけ、切り調整はしてますか？私はしてないです。いや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 、それはないですよね。まあ、なんか妖精さんが。妖精さんが、はい。変えるっていうのはありますよ。ああ、そうですか。はい。ちょっと、店長さん、ここがね、話がちょっと、広がらないで、ぶっちゃけてください。あるかないかで言ったら、まあ、ありますよ。そうですよね。それはさすがに。はい。ありますけど、まあ、あくまで妖精さんがやってますね。はい、はい。うん、なんか、ちょっと事前にちょっとさっき伺ったんですけど、でも、釘変えるのは別に範囲内だったら問題ないよ、みたいな。そうですね。その、釘を曲げてはいけない。っていうことなので、何が曲がる、曲げたっていう釘確認シートっていうのがちゃんとあのメーカーさんからあの信頼買うたびに来るんですけど、まあそれの範囲内にであれば適正値っていうのがありますので、はい、まあ、基本的に問題はない。なるほど。なんかたまにニュースで摘発されてっていうのは、そこを超え、もう狭くも広くも超えちゃってるってことなんですかね。もちろんそうですね。締めすぎて摘発されるのばっかり皆さん結構想像されると思いますけど、はい、広げすぎて摘発された事例っていうのももちろんあります。 あ、そうなんですね。それはやっぱりその、まあ、シートの範囲内から大きく逸脱して広げてしまったとか、逆に狭めすぎてしまったりすると、はい、もちろん摘発の可能性はありますので。よく僕も経験はありますけど、へそに玉が乗るぐらいの調整あるんですけど、それはもう摘発レベルと言っていいんですか？摘発レベルではありますけど、だいたい玉乗るときっていうのは圧倒的にあの釘が折れたときの方が多いですよ。やっぱり釘折れてるんですか？釘が折れてしまったら玉がコンってぶつかって、ちょっともう手で触ったらもうゆるゆるになってしまうので、はい、折れる直前のときって、はい、玉がコン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 、あの左から当たってきますから、あの右向きに曲がりますよね、うん、結果あの玉が乗るっていう、釘折れする直前のときはだいたい玉が乗ります。あ、なるほど、そういうことでですね。はい、わかりました。ありがとうございます。で、まあ、釘調整の質問ちょっと多めにしていきたいんですけど、釘調整、店長さんのお店だとどれくらい変えてますか？まあ、1台の台をどれぐらいのスパンで変えるかっていう話です。そうですね、毎日変えるとか。まあ、毎日変える時もありますし、特に問題なければそのまま、まあ、数日放置したりとかっていうのはあります。あ、なるほど。最大でどれくらい放置してた？1ヶ月とか2ヶ月とか放置とかもありますか？さすがにそこまではないですけど、まあ、1週間レベルぐらいだったら多分ザラにあると思います。あ、そうなんですね。釘変えるのはへそ釘だけなのか、それとも別の釘をも変えるのか、全然関係なくバラバラに変えるのかとか、ルールとかだったりしますか？多分人によると思いますけど、はい、あの妖精さんによると思いますけど、妖精さんにね、基本的にへそだけの方がやる側としては多分楽ですよ。例えば一列全部をへそも触って、噴射の上も触って、道釘も触ってって知ってたら結構大変ですよ。なので寝台とかじゃなければ、基本的にへそでの開け閉めが多いと思います。あ、そうですか。ポイントポイントで、あ、この台は回りすぎてるから、あ、この台だけちょっと触ろうかなとかっていうのはあの、まあ、ちょこちょこありますけど、基本的にはへそ、基本的にはへそですね、と思っておけばいいと思います。なるほど。なんかお客さんもね、へそだけ見れば、あ、お店やる気あるんだなとか、あ、今日回収なんだなとかって分かるっていうのも意図してるんですかね？まあそこもありますね。まあ見て分かりやすいようにっていうのはあります。なるほど、ありがとうございます、はい、あとですね、質問いただいたのが、釘とは別に傾斜を変えることありますかっていう。ほぼないです。ほぼない。簡単にあの傾斜を変えるって言いますけど、まあまあ大変ですよ。扉を開けてこう外して、木枠でこうビスが打ってあるんですけども、それを抜いてまたちょっと測り直して、また打ち付け直して、乗せて配線をまた付け直してってやる作業を、そんなにこまめにやってたら死んじゃいますよ。あ、大変なんですね。めちゃくちゃ大変です。
ゃもう導入してもずっと買えないこともたくさんあるぐらいな。基本的に買えないと思いますよ。よっぽどなんかそのもう甘すぎて利益が取れないとか、逆もしっかりですけど、だったらちょっと買えようかっていう話にはなりますけど、そこを一生懸命頑張ってやるよりは、まあ釘をちょいちょいってやった方がいいんじゃないっていう。羽物も同じってことですね。あまり買えない羽物ももちろん同じです。羽物に関してはやっぱりその焼くもののその甘辛っていうのはやっぱありますので、あまりにも同じようなスタートをしてるのに同じようにこう泣きも入るのに全然出ないとか、個体差が出るとかっていう時はやっぱりそのもう傾斜の問題になるので、その時初めてちょっと傾斜触ろうかなっていう気にはなります。あーなるほど、ありがとうございます。僕もやっぱりねすごい納得反してて納得したんですけど、なんかよくプロモデキの人がなんかあここ傾斜変えてここは風車をちょっといじってきたなみたいな、ここバラクちょっと変えたなみたいなこと言ってる人が多くいるんですけど、でそんな変えてねえだろって心の中では思ってるんですけど、やっぱりそんな変えないってことですよね。そんなに変えないですね。基本的にはまあへその開け閉めっていうことですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、というわけで続きましてですね、質問。朝の並びを見て設定を変えたり釘調整を変えたりすることはありますか？ないです。ないんですか？ありません。そうですか。なんか僕の近くの店舗であのお客さんの並び見て釘を良くしましたみたいな噂を聞いたんですけど、店長さんが言ってたっていう話なんですが、あんまり店長さんの店ではないということですね。まずないですね。そもそもその並びの人数とかは大体予測してますから、100人並ぶと思ってたら1000人来ましたとか大体なありませんから。仮にあったとしても変えないということですか？だとしたら大幅にこう予想の3倍ぐらい来たらもうちょっと出そうかなって思ったりはします。ああそうです。じゃあ可能性としては一応あるっていうことですか？可能性、まあ、なくはないです。なくはないけど基本的にないと思います。あなるほど、はい、ありがとうございます。じゃ続きまして、ぶっちゃけ店長さんはプロの人たちをどう思ってますか？これ質問多かったです、ツイッターで。プロのと思ってる方ちょっと一言言っておきますけど、もう大体のお店の入り口にプロお断りって書いてるんですよ。書いてますね。はい。でにもかかわらず自称プロの人が入ってきたら建造物侵入罪っていう罪になりますのでご注意ください。うわ怖い何ですかそれ、何ですかそれお店としては入り口にお断りって堂々書いてる、はい、にもかかわらず俺はプロだって思ってる人が、はい、あのそれを知りながら入ってきたっていうのはそれはあの犯罪行為になりますんでこれ嫌ですね。僕もねだからこれね言いたくなかったんですよ。途中からもうシフトチェンジしてプロって言った方がもう、まあ、再生回数伸びるんじゃないかって言いましたけど、僕もなんとなく気づいたんで言っちゃったんですけど、こんなはっきり言われてきついですね。まあ、ただですね、まだ正直ちょっとわからないですよね。プロだったら何かこう目印つけてくださいとかそういう決まりもないですし、まあ何をもってプロとするのかっていうのはまたいろいろ判断基準はどうなんだとかっていうのもわかりませんから、基本的にはマナーを守ってくださいっていうのはやっぱり一番言いたいです。マナーを守って周りのお客様のご迷惑にならないような立ち回りとかでお願いしますねっていう、まあ、よくありますね。ハイエナ行為であったりとか、はい、軍団で占拠するとか、例えばなんか AT 終了画面でそのままあのクレジット全部落としてからやめるとか、まあ、そういうマナー違反ですね、まあ、やめましょうっていう。あれってマナー違反だったんですか？僕あんまりそっとしない、要するにバジリスク あの画面ではなるべくやめないでくださいみたいなこと。あ、そうです。あのバジリスクタイム終了、はい、250枚とかの画面でやめてたら、はい、次のお客さんが打ちたくなくなるなので、まあ、やめる人としてはそこがあの多分一番正解なんでしょうけども、はい、まあ、それはちょっとやっぱお店としてはやめていただきたい。はい、なるほど。まあ、難しいですね。お願いという感じですかね、そこは。はい。なので、まあ、プロの人たちっていうよりは、まあ、ルール、マナーを守れないお客さんの方が嫌だって、僕、ポジティブに考えちゃっていいですかね。うん。なんとも言えませんけど、そんなになんかこう歓迎してるかって言ったら、まあ、決して歓迎は多分してないと思います、どこのお店も。そうですよね、それはね。なるほど、分かりました。せめて感謝の気持ちを持っていきたいと僕は思います。どういう人たちをよく出禁にするかという、まあ、いろいろあの基準はあのお店によって違うと思いますけども、利益が取れる代、利益取れない代っていうのはありますか？圧倒的にここ、まあ、5、6年ぐらいの中で利益取れた代は、店長の年収はご提示しようか